苦楽を共にした大切な人と思い出に残る時間を過ごした者に贈られる心温まる称号。苦楽共にしたかな。アミナとエマは石の村で一緒に暮らし始めた。そして数日が経った。みんなの反応変わっとるかな。おお。よう結婚おめでとう。羨ましいくらいに最高の結婚式を見せろや。何そこ。え、そんな、そして数日が経ったのナレーションの間に結婚式含まれとったってこと？ありえねえ。さあ早く嫁さんに会いに行ってやれよ。いや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 、カットすんなしそこ。見せ場やろ、いるやろそこ。幼馴染が嫁さんか。いいな。あんたのことは散々羨んだもんだが、今こそ最高に羨ましいぜ。一番幸せなパターンではある気がするけどね。幸せというか、なんというか。お嫁さんをもらったベロン？羨ましいベロン。俺もお嫁さん欲しいベロン。なるほどね。あーでもな、なんかね、正規の、このデータはこれで進めていくとして、やっぱり全パターンみたいな。ね。結婚したのに愛になったら村の外に出かけてばっかだね。エマ姉ちゃんのそばにいてあげなよ。まあまあまあ、でも勇者なんでまだ世界救ってないからさ。絶対に死んだりするんじゃないぞ。エマちゃんを悲しませるようなことは、この俺が許さないからな。このエマを選ぶのが一番、すべての人に祝福されてる感はあるな。おかえり、エマちゃんとはもう会った？あの子ったらこの村が復興した時には誰よりも喜んでね。あなたにちゃんとお礼が言いたいって帰ってくるのをずっと待ってたんだから。だいぶ綺麗になったね。宝箱ある。お、レシピブック、聖堂騎士団案内。騎士団の服。これ何書いとんやろ。我ら医師の民、日々の出来事を忘れぬため、教会でこまめにお祈りをせん。まあ、確かにね、データ消えたら大変やけん。めちゃくちゃめたいけど。あんたが子供の頃からそうなればいいのにって思ってたけど、まさかエマのお婿さんになるなんて。くれぐれも命を大事にするんだよ。あの子を悲しませるようなことになったら、絶対に許さないからね。でもこれ、エマ選んだけん結婚パターンになっとるけど、他の人間の場合、あのさ、ベロニカ選んだ場合ってどう？ベロニカは元に戻るの？それともなんか世間的に見たらすごいなんか、ねえ、怪しい感じになるんじゃないの？あなたにとってこの村は故郷だからね。そのことは絶対に忘れないで。だって忘れられたら悲しいもの。いやまあでももうここに家があって一緒に暮らしようんやったらね、帰ってくるやろ。そのうち。すっかり村も復興して嬉しいわ。一生分以上に働いた気分だけど、今の村の姿を見ていると疲れも吹っ飛ぶのよ。いつの間にこんなに復興したんだ。やっと村も元通りね。馬たちも喜んでるみたい。お前のおかげで村の復興も随分と早く終わったよ。さすがは勇者様ってか？なんてな。お前が勇者だからあの人たちがついてきたわけじゃないよな。全部お前の心を信じてくれた人たちだ。あ、仲間たちのことか。てか今仲間たちはどこにいるんだ？たとえお前が戦いの経験を重ねて、どれだけ強くなったとしても、油断するなよ。その油断が命取りになることもある。危ないと思ったら意地を張らず、逃げちまえ。誰もお前のことを笑ったりしないさ。命あってのものだねってやつだ。いい人だな。確かにね。めちゃくちゃ普通に死にそうになるもん。今でも。こんなに高低差あったっけ石の村って。こんなにも階段あった？なんかめちゃくちゃ上の方まで増えたような気がする。気のせいかな。ん？何やってんだ？困ったぞ。どうしたもんかな。おお、アイナじゃないか。ちょうどいいところに来てくれた。一つ頼みを聞いてくれよ。実はさ、俺、こないだ息子と遊んでるとき、あいつが大事にしてる風切りの羽をうっかり放り投げちまったんだ。運よくお前んちの悩み屋根に引っかかってくれたんだが、どうも俺は高いところが苦手でな。すまんが俺の代わりに屋根に登って風切りの羽を取ってきてくれないか？人助けすると思って頼むよ。風切りの羽って普通に持ってなかったっけ？気のせいかな。お前ならそう言ってくれると信じてたね。汝、みんなに優しくせよ。っていう村の教え、お前守ってるもんな。
よし、それじゃあ早速、お前んちの納屋に向かってくれ。納屋の周りで足場になりそうなものを見つけたら、B ボタンでジャンプして、屋根の上まで上がるんだ。風切りの羽を見つけたら必ず俺のところに来るんだぞ。これをするからな。それじゃあ頼んだぜ。もしかしてこれめちゃくちゃ初期にあったクエストなんかな？そんな今更操作説明されてもね。あ、あったんやね、やっぱり手元に。ってことは、私の家の屋根の上にはまだ風切りの羽は乗っとる と思うけど、まあまあまあ。おー、アイナお帰り。風切りの羽を取ってきてくれたんだな。それじゃあそいつを俺に渡してくれるかい？どうぞ。おー、ありがてえ。これで息子の悲しむ顔を見なくて済むよ。さ、こいつは礼だ。受け取ってくれ。息子が大事にしてた風切りの羽じゃないけど大丈夫。お礼のついでにいいことを教えてやるよ。俺みたいに困っている人は、頭上に紫色の吹き出しが出てるんだ。知ってる。絶対これ一番最初のクエストやん。確実に一番とかじゃない？これから先、紫色の吹き出しの人を見かけたら、その悩みを聞いて助けてやるといい。人助けすりゃ、きっといいことがあるはずだ。だが、頼みを聞いたからといって、急いでやる必要はないぞ。冒険に行き詰まった時や、時間がある時にこなせばいいんだからな。それじゃあありがとよ、アイナ。何時みんなに優しくせよ。っていう村の教え、いつまでも忘れるんじゃねえぜ。了解です。クエスト、みんなに優しくをクリアしました。私の家はこれか？てかあれだなぁ。これはわざとなんかなぁ。復興してもめちゃくちゃなんか、コケムした屋根やけど、あれか、風切りの羽。屋根の上に。ワンワン。これは実家かな、普通に。あ、エマやった。あれ？あ、見て見て、写真。これ結婚式の写真やない？絵かよ。写真っていう概念はないの、この世界は。エマとの結婚式の様子が描かれた絵だ。近くで見てみますか。これいろんなパターンあるってこと？この選ぶ人によって。見よ見よ。え、か、え？ねえ、天国のお父さんとお母さんがおるんやけど。すげえな。絵なんやろ？わざわざ描いてやろうっていうのがおったんやね。すげえ。なんかスライムおるけど。いや、おじいちゃん。え、絵なの？写真、写真って思ったんでいいんかな？え、かわいい、めっちゃかわいい。え、妹ちゃん来とるやん。マルティナは一体何を見て、焦ってんだ？よくわからんけど。いいね、幸せだね。ね、実家はどこなの？実家、医師の村人服いらねえ。今さら。お帰りなさい。あなた？急激になんか、え、そこの部分だけ？ちょっと照れくさいな、アイナのことそう呼ぶのって。今日は、もう休んだら？長旅で疲れてない？たまに帰った時くらいゆっくりしてね。今日はもう休んだら？ま、じゃあ一応。おやすみなさい、あなた。今日も一日、お疲れ様でした。なるほど、こういう感じになるんやね、エマを選んだら。おはよう。昨夜は、あなたと一緒で、楽しかったわ。もっといてほしいけど、使命があるものね。他の女キャラの場合も結婚して村で一緒に暮らすんかな。え、てか、男キャラ選んでも一緒に暮らすんか。ここの家でってこと？男キャラを選んだ場合の周りの反応は一体どうなの？なんか、そういう趣味に走ったって思われん？私のことは心配しないで。ペルラおばさ。ペルラお母様とあなたの戻るこの家はちゃんと守るから。あ、同居なのね。なるほど、なるほど。まあ、でも、エマならうまくやっていけそうな気はするけどね。小さい頃から知っとるやろうし。まあ、でもな、結構あれやん。同居したら、関係がうまくいかんなった、みたいな。嫁と姑の話、ツイッターでたまに回ってくるよ。なんかね、なんかバズるんか知らんけど、たまに回ってくるよ。やっぱそういうのってあるんやなと。まあ、近くなりすぎたらね、遠慮がなくなるっていうのがあるんやろうね、きっと。なんか全くの赤の他人じゃなくなるっていうのが、多分めんどくさい姑を生むんだろう。ねえ、母親はどこなの？
全然おらんけど。庭にもおらんし。何、どこ行ったの？家にはエマしかいないよ。勝手に家に入る。村の復興のため働き詰めだったお前たちをようやく休ませてやれるべ。たまにはいい人参食わせてやるべか。てかあれは？誰やったっけ？カミュの、これは聞いた。あ、そっか、この二人も移住してきとったっけ、そういえば。これは？あれはメインストーリーやったっけ？いや、クエストよね。ってことは、あのクエストクリアしてなかったら、移住してきてなかった。いや、でもあれか、あれのクエストをクリアせんかったら復興せんのか、村が。じゃああれは、まあ、サブクエとはいえ強制的な感じ？お友達ができたの。今日もね、一緒に遊びに行くんだ。毎日楽しいよ。よかった、それは。結婚おめでとうさ。勇者の使命とかいろいろ大変だろうが、奥さんと幸せになるんだぜ。女の子一人幸せにできない奴が世界を救うだなんてできっこないんだ。そのことをよく覚えておけよな。結構クズな奴に言われたくはないけども。この子たちか？友達というのは。泳いじゃうぞー。流されないように気をつけるんだよ。お帰りなさい。いないなぁ。もうだったら、その、私と一緒に散歩してみる？散歩？私ね、あなたと二人っきりで久しぶりに神の岩に行ってみたいの。ねえ、どうかしら。ほう、いいんじゃない？行きましょう。ありがとね、嬉しいわ。それじゃあ村の南から神の岩に行きましょう。戦闘。ああ、なるほどね。そういう支援をしてくれるのね。てかまじ仲間一緒におらんやん。仲間はどこで合流するのこれ。なんかすっごい平和な世界。いや、ま、魔物はおるけど、すっごいなんか、日常に戻っとる感あるけどさ、ニズゼルファ倒してないよ。どこでみんなと合流するんだ？出る方あるか？はぁ、びっくりしたわ。でもアユナ本当に強くなったね。ねえ、ここまで来たんだし、久しぶりに頂上に行ってみない？頂上からの眺めを二人で楽しみたいわ。めちゃくちゃうぜえな。ここか、頂上。ここやった？ヘルコンドルがおったとこって。今日は晴れてよかったね。まあでも一緒にこの辺来るあたり心臓に毛は生えてるなって感じするけど。成人の儀式が終わって、あなたが旅立ってからいろんなことがあったね。でもこうしてあなたと一緒になれて私嬉しいわ。そうそう、結婚式でもいろいろあったよね。村のみんながいっぱいお祝いしてくれて、ペルラおば様はずっと泣いていて、ルキったらはしゃいで式場を走り回るし、おじいちゃんはずっと興奮してたから転んで料理をこぼしたりして。ヘマは村長の孫なんやったっけ？ケイツ入党の時はお互いすごく緊張してたよね。あの時はずっと手が震えてたわ。あ、ねえ、あの時の結婚式を再現してみない？再現はいいので直接見せてくれませんかね、結婚式の時の様子を。絵でしか見てないんですけど。普段無口なあなたからあんな情熱的な言葉を聞けるなんて私思いもしなかったわ。だからね、もう一度聞かせてほしいの、あの時の言葉を。なんだか恥ずかしいな。それじゃあ私が神父様の役もやるわね。あなたはエマを妻としていかなる時も慈しみ、一生愛することを誓いますか？まあ、はいでしょうね。
ありがとう。本当にあなたらしい情熱的な返事だ。それが情熱的な返事？普通じゃないの。いいえっていう人おらんくない？そこで私もあなたを愛することを。わあ、めっちゃ景色綺麗。誓います。そっち。あなたはこれからも私じゃ想像もできないような冒険の旅を続けるんだよね。でもいつか世界に平和を取り戻したら、その時はまた私のところに戻ってきてね。私でもなんかあれやな、ファイブの時は私ビアンカかフローラやったら圧倒的ビアンカ流行ったけど、エマかフローラやったらフローラやな。なんか、うん、大切なパートナー、苦楽を共にした大切な人と思い出に残る時間を過ごした者に贈られる心温まる称号。苦楽共にしたかな。エマと。そこがなんかあれなんよね。なんかフローラってさ、ああ、医師の村戻ろう。フローラってさ、結婚した後に一緒に冒険出て戦ってくれるやん。やけんかな。まだなんかあれなんやけど、なんかだずっと村に留まっとるっていうのがね。なんかこういう受け身的な、いつまでも待ってますみたいなところがあまり好きじゃないんだな、私は。個人的な意見ね。バリバリ一緒についてきて冒険していただきたいんやけど。てかずっとついてきてるな。あれか、家に帰らんといかんのか、一旦、どこから家に行くんだ？一旦家に戻って、ちょっとエマを置いてこないと。はい。いや、いねえな。普通に散歩が終わっただけやった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、誰を選んだ人が一番多いんかな。なんかめっちゃ気になるね。なんかストレートにエマなんか、全く違う。あ、でも男キャラらへんちょっと気になるけんね。女の子というよりは。その辺のエンドもまあ見たくはある。おじいちゃんとはほっこりエンドになりそうやし。